大阪市立中伊豆大小学校は大阪市大正区にある公立小学校。現在の大正区の地域では第一次世界大戦を契機にした工業地帯化により大正時代には工場で働く労働者とその家族が多く移住するようになり、それに伴い地域の人口も増加していった。地域の小学校も児童数が急増し短期間の間に新設校が 相次いで開校した。既存校の児童数増加の背景から、当校についても北岡島尋常小学校及び、伊豆大二尋常小学校の校区を再編する形で、1924年に大阪市伊豆大三尋常小学校として開校した。開校当初は359名の児童を北岡島、伊豆大二の両校から編入し、8学級編成だった。 1941年には国民学校令により大阪市中伊豆を国民学校に改称した。1944年には大阪市を含む大都市の国民学校3年生以上児童に対して学童疎開が指示された。学童疎開は児童の援護によるものを原則としたが、援護に頼れない児童については学校から集団疎開に参加するよう強力に干渉された。 大阪市では、集団疎開先の府県を、各行政区ごとに割り当て、対象区の国民学校には、徳島県への集団疎開が指定された。中一層国民学校では1944年の第一次疎開対象者について、徳島県明東郡国府町、明財郡川原村へと疎開することになった。翌1945年には、 疎開対象者が1から2年児童にも拡大された。1から2年児童、及び3年生以上で、第1次疎開対象から漏れた児童についても、集団疎開させることにしたが、当時すでに米軍が、瀬戸内海に嫌いを付設していたため、対象区の疎開先に指定されていた徳島県に、渡るのは危険として、第二次疎開対象者については、石川県穴水町への疎開を実施している。 太平洋戦争の戦災で地域が大きな被害を受けたため、1946年には近隣の伊豆沖田国民学校を休校とし、中伊豆を国民学校に統合した。1947年の学生改革により、大阪市立中伊豆を小学校と称した。地域の復興により1952年頃には、児童数がピークの1643名30学級にまで、 増大した。翌1953年には休校となっていた旧伊豆沖田国民学校が大阪市立伊豆沖田小学校として再開することになり生徒836名を送った。その後は市の人口減少につれ生徒数も減少傾向にあったが近年は付近の住宅増加のためわずかに増加している。ありがとうございます。